島田市福陽の採石場跡地には違法な盛り土が放置されていて、今年度は5回国道にまで土砂が流出し通行止めが発生しています。県は近くの鉄道などにも影響が出るとして、土地所有者である福陽産業に対策を取るよう15日付で措置命令を出しましたが、事業者は倒産していて行政代執行で対応することを決めたということです。倒産をしていて、これ以上手当てがないという状況の中で、侵食の状況なんかをですね、国名にこう調査をしたところ、やはり緊急性というところがですね、今一段高まったという判断をして、今回の結論に至ったということでございます。工事費用は事業者に請求します。福陽産業の元社長とは連絡が取れていて、原資がなくて申し訳ない、県の動きに全面的に協力していくと話しているということです。県は来月中旬以降に応急対策工事を行い、来年度以降に復旧工事を行う方針です。